何その優等生みたいな模範解答。おじさんがっかり。通り過ぎんじゃね。こんな空き教室興味ないだろ。ところがどっこい、興味あるんだな。いやー、私は血統とかだるいから逃げてきた。ここがあったというわけ。いていいよね。ここはおじさんと直江の聖域だからな。まあ冗談だって。好きにしろや弁慶。じゃなくて、川上水がうまい。将棋をしているのか。直江大和が優勢だな。飲む？いい飲みっぷりだ。いいぞ、もっと飲んで頭フラフラになりやがれ。二人はいつもここでだらっとしているの？俺は仕事だけどね。学生と触れ合い。うん、居心地が良さそうだ。私も時々来よう。どうだ二人とも、だらけ仲間が増えるぞ。質問。雪山に友達と旅行に行きました。さて何をする？温泉に浸かって美味しい食事して、そしてまた温泉に入ってね。スキーとかスノボとかできるけど面倒い。最高だな。こいつはかなりのだらけっぷりだ。これからよろしく。まあお前ならいいか。節度ありそうだし。私たちは事情が特殊だからね。まあ禁止ではないし。ちくわ美味しい。川上水に合う。そうだね、マニアックに山芋とかもいい。楽しくやってるよ。門限も緩めだし。お？靴箱に手紙が入ってたな。うラブの方だ、三年生から。年上に興味ないんだよね。あと手紙は気持ちが伝わりにくい気がして。どうも。激しさだ。義経は驚愕した。この重い一発はガードできないわよ。頑張ったけど最後焦っちゃったね、ワンコ。義経は身軽だな。飛燕のごとくというやつだ。義経と犬の手合わせはすごかったな。義経がどんどん挑戦者を片付けるから予定が繰り上がってな。いやー負けたわ。でも得るものも多かった。悔しいけど、まだまだ強くなれる。どっかでグダグダしているからだ。挑戦者の中では一番粘ったし、勝負になってたよ。生徒会長なんかコップを出す前に終わっちゃったし。実にいい汗を流せた。また戦おう、和子さん。うん、私もっと強くなるから覚悟してよね。
連戦を繰り返し疲れている義経と元気な自分の戦いはフェアとは言い難い。もう少しこの波が収まるまで待つことにした。まあ言われると確かにそうね。義経疲れてたかも。お、あ、別に今のは犬を責めてるわけじゃないぞ。できるだけ多くの人と手合わせするのが義経の役目でもある。これは自分のこだわりみたいなものだ。義経は理解した。ではいずれ戦おう、クリスさん。ああ。ふはは、皆の者、またな。さよならですぞ、モン様。また明日でアリンス。いいえ、夢の中で会いましょう。モン様、家までカバンをお持ちしましょうか。よい、また明日な、ムサコッス。はい、それではムサシコスギ、ムサシコスギをお忘れなく。モン様、お疲れ様でした。家に帰るまでが学校だぞ、クラウジ。すごいな、モンシロは。義経は痛く感激した。おお、義経か。何がだ。馴染むのがとても早い。義経たちはあそこまでまだ皆と仲良くなっていない。ははそれはそうだ。お前決闘で忙しかろうに。そういうのを言い訳にしてはダメだと義経は戒める。うぬぬぬ。戒めた。ちょっと訂正していいかしら、義経。ん？義経はもうバイバイって言える連中いるでしょ。そうか、ありがとう。戦いを通じて知気から学友へ。さすが我が主。まあそういうのもありでいいと思う。個性個性。これであとは与一の問題だけだな。主の監督不行き届きで申し訳ない。ああいちいち落ち込むな。皆が心配するだろう。与一のことは我も一緒に考えてやる。安心しろ、モンシロ。さあさあ、ここの連中を紹介してくれ。ああ紹介する。こちら川上和子さん。よろしくね。兄からいつも話は聞いている、川上和子。ああ、そっか。兄はいつもお前のことを褒めたたえているぞ。そうなんだ。それをお前はなぜ。いや、なんでもない。よろしくな、和子。こちらは椎名美也子さん、弓の名手だそうだ。それほどでも。名字は椎名。まあよろしく。ふむ、椎名美也子か。ん？将来の夢は決まっているのか。愛する人に嫁ぐこと。夢というか決定事項。では嫁ぎながら九鬼財閥で働く気はないか。私が？ああ、優遇するぞ。九鬼は人材を求めている。モン様の趣味はスカウトですので。名刺を渡しておこう。いつでも連絡してくれ。どうも。へえ、すごいな、ミヤコ。こちらはクリスさん、クリスティアーネ・フリードリヒだ。よろしく。うむ、こちらこそな。うん、うん。それでこちらが直江大和さん。お前とは一度目が合ったな。モン様と呼ぶがいい。うむ。あ、まゆっちからメール。今帰るって。では我たちは先に帰るぞ、クラウジー。は、では義経様も弁慶様も。了解。義経。うん、バイバーイ。じゃあな。やっぱり義経と自分はどこか似ているよな。そうでもないよ。あれ、なんか和と洋でセットな感じじゃないか。アホって、まさかあのアホのことか。なんだ、そうか。
あれ？アホは一種類しかないんじゃないのか？はあ、さすが義経ね。半端ない強さだったわ。うん、それでもやっぱり悔しい。悔しいよ。また腕を磨いてリベンジすればいい。私なんて何度ヤマトに愛の勝負を挑んでいることか。あ、そうね。宝宝宝宝、お待たせしました。友達が待っててくれる、エモいやな。いやー、楽しかった。決闘に次ぐ決闘で満足だ。放課後ずっと戦っていたのね、お姉様。そう、なんせ全国から挑戦者が来ているからな。これ全員とも戦ってたら義経体持たなかったわね。そういう意味では桃先輩に大将を任せてよかったね。何人か筋がいいのがいたが、しばらく動けないかな。なんせあいつら本気も本気。こっちも失礼な真似はできないから、手を抜かずに行くと。ギャラリーのみんなは帰っていただきました。さっきまで大勢いましたけどね。うわ、びっくりした。あまり走って騒ぎすぎても近隣に迷惑ですから。そこの兄ちゃんは決闘がスムーズに行くように仕切ってくれてたんだ。これ式のこと、お安いご用です。遠くから見ていた。嬉しそうに戦うんだな、お前は。実に満足です。ヒュームさんとも戦ってみたいな。笑わせるなよ、小娘。ん？予言をしておいてやる。いずれお前は負ける。クキが用意した、ある。私の対戦相手？冬までにお前が無敗だったら喜んで相手してやろう。誰だか知らないが楽しみですね。一つ忠告だ。お前の強さを支える瞬間回復だがな、俺の先祖初代ヘルシングは不死身の怪物を倒したことで名を挙げているが、不死身の怪物の正体は瞬間回復を使う武道家のことだ。つまり倒し方を受け継ぐ俺にお前の頼みの綱はまるっきり通じんよ。真に強くなりたくば、あの技に頼りきるなよ。今日の決闘で一度も使ってませんけど。戦いぶりににじみ出ている。回復があるから大丈夫と。それは実に危険なことだといつか理解するだろう。聞いてたか、弟。対戦相手だってさ、誰だと思う？面白い展開じゃないか。どんな相手が来ても負けん。さすがお姉様ね。私ももっと強くなる。あのじいさんと意地でも戦いたくなってきたしな。よし、早速帰ってトレーニングするか、ワンコ。おーす。